今ねこちらフィット3を今乗っております。これね私の車なんですけど、S パッケージですね。少しね、スポーツタイプと言ったらいいですかね。さっきまでねフィット4、新しい新型のねフィット4と、アコード、市場に行ってました。で今その、新型フィット乗った後に今これまたすぐフィット3乗ってるんですけども、やっぱりねだいぶ個性が違いますね。同じねフィットなんですけど、まあ味付けがね全然違いますね。このフィット3はね今もうこれね乗ってすぐ分かったんですけど、やっぱ雑味があります。雑味があってねちょっと男っぽいかな。まあそれがねちょっとホンダらしいといえばホンダらしいんですよ。でフィット4はねすごいやっぱ乗り味がね良くなって、いろんな世代にね、受け入れられるようなデザインでもあるし、いやすごい進化していろんな機能もついてね良くなったなと思うんですけど、ちょっとホンダらしさっていうのが欠けてきたかな。いわゆるねモータースポーツっていう感じから電気自動車に変わったんだなと。まあハイブリッドカーなんですけどね、まあほとんど EV 走行ができる車ですよね。2モータープラス、1.5 リッターということで EHEV というね新しい、エンジンになるわけなんですが、まあよりねちょっと電気自動車に寄ってきたのかなと。それでまあちょっとスポーツ感っていうのが、まあ、そこには必要がないという感じなんですかね。で今これそれからねこう乗り換えてフィット3に乗ったらねやっぱねホンダの車に乗ってるなという感じがやっぱしますね。これね特にねこのフィット3だけちょっと変なんですよ。この変っていうかねこの、これねオートマなんですけど IDCD っていうね7速の変速機がついてるんですが、ダイレクトな乗り味なんですよね。すごいねやっぱ踏んだらねそんだけ反応してくれるんですよね。新しいフィットがね反応しないっていうわけじゃないんですが、なんでしょうねこのダイレクト感がねあるんですよフィット3はね。この路面のこのロードノイズ一つにしてもねこうやっぱねいっぱい入ってきますロードノイズ。まあ安っぽさ感もあります。そうなんですけどこうやっぱ車がね車をこう五感で感じるというかねこの操ってる感っていうのはねフィット3の方があるかな。で新しいフィット4の方は操られてる感っていうのもありますかね。ちょっと言い方変えるとねやっぱコンピューター制御がより、機能的に増えてるなと。まあACC もねいいですよね。0キロから追従システムっていうのがねついてて渋滞時はねすごい楽ちんなんですけどね。いやその辺どう思いますかね皆さんね。どんどんやっぱ車が進化していって、まあいずれ電気自動車が主体になってくると思うんですけど、やっぱりね車を操ってるというよりは操られてるという感じがしてしょうがないですね。で AI がねどんどん進んでいきます。で 5G ももうね間もなくね日本でも始まるということで、車の方もね自動運転化がどんどん進んでいくんじゃないだろうかなと。まあ私はね甲乙つけがたいですね。フィット4新しい方もねあれはあれでいいなと思うんですよね。ただねちょっと私はその先のねホンダ E っていうのがねありますよね。まだ日本では販売してないんですが、それがねすごい興味あるんですよね。あれはね完全に EV モデルで、でしかもねすごいモーター出力はねすごい高いらしいんですよ。ホンダさん曰くねなんかスポーツカーだと、あれはホンダ E はねスポーツカーの部類に入るということでね、すごい面白そうな車だなと思います。やっぱり EV モデルでもホンダの方はやっぱ走りっていうのを追求していくんでしょうね。はい、というわけでフィット4、フィット3に思うことを語ってみました。まあ雑談動画でしたけどね。
私の、チャンネルこんな感じでやっております。他にね、サブチャンネルもやってますそちらはね、車と関係ない普段のね、私の風景を映しております。まあ需要がねないと思いますけど、まあいいと思った方は、そちらもチャンネル登録してくださいね。下に、リンク貼ってます。ちょっと今コンビニにちょっと行きます。わあ、これシフトレバーがすごい、なんか全然使いづらい、やっぱフィット3。はい、私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フィット3とフィット4、乗り比べた感想でした。じゃあね、バーイ。